それでは私から愛知プロ人材育成プロジェクト映画から学ぶ感動を作る仕事についてご説明をいたします。これは昨年度スタートしました愛知プロ人材育成プロジェクトの事業の一つとして実施するもので、中学生が本物の映像文化に触れ感性を高める機会を提供するとともに、映画人をお招きし映画作りの舞台裏について講演をいただくことで共同参加の楽しさ、素晴らしさを伝えることを目的としております。今回は多くの優れたミュージックビデオを制作された板谷幸宏監督を講師としてお招きし、初監督作品であります、もう一度の上映と合わせ、本市の中学生に向けお話をいただくことになりました。さらに一行だけではありますが、特別に企画主演の林家たい平師匠にもお呼びいただけることになりました。本市は、日本株式会社様と地域貢献協定を結んでおり、結んでいただいており、そのグループ企業であります、日本エンターテインメント株式会社様には、本事業において、講師の招聘、上映作品の手配、各学校での上映など、全面的なご協力をいただいております。板谷監督は、このもう一度の制作について、林家たい平師匠の家族で見に行ける映画、おじいちゃん、おばあちゃんが孫と一緒に見に行ける映画を作りたいとの思いを受け、多くの方との縁によって作られた映画であるとコメントされております。また、監督ご自身が子どもたちに伝えたいと思っている大切なことを含めた作品でもあるということで、その制作過程も含め、愛知個人材育成プロジェクトとして、板谷監督の講演と合わせて上映する作品として、ふさわしいものであると考えております。現在、残念ながら本市に映画館がございません。この国につきましては、過去にスクール議会で、提案されたものが実現したものでございます。中学生が気軽に映画に親しめる状況ではない愛知パフォーマンスでありますが、今回の授業を通して、本市の中学生が一流の方から、様々なことを学び、そして大きなスクリーンで大勢の